コニーアイランドにあるネイサンズ1号店ネイサンズはアメリカ合衆国を中心にホットドッグを専門とするファーストフードチェーンを展開する企業である1916年これより4年前にアメリカに移住したポーランド人ネイサン・ハンドアー・カーラによってニューヨーク州ニューヨークシブルックリンクにあるコニーアイランドに創業1959年に 同州オーシャンサイドに2号店、1965年に同州ヨンカーズに3号店を開店。1987年にハンドワーカー家がこれら3店を売却したことから、1990年代にフランチャイズ化が進み、急速に店舗が拡大した。2009年現在、アメリカ及びその他4カ国に230以上のレストランを展開するとともに、 その商品は8000以上の小売店、1万以上のフードサービスで販売されている。イベントとして、ネイサンズ国際ホットドッグ早食い選手権を毎年開催している。日本人では小林健が2001年大会から6連覇したことで知られている。日本人では他に中島博文や荒井は今日も優勝経験者である。日本では2003年12月18日、 東京都渋谷区原宿に一号店をオープン。その後も品川、麻布、汐留、新宿、吉祥寺に出店したが2008年までにすべて閉店し日本から撤退した。要因としては夏季の不祥事が大々的に報道された影響により企業イメージが大きく毀損されたことも指摘されている。2009年に沖縄県町の商業施設 アメリカンデッポに出店し再進出するも、現在では閉店し再度撤退している。2005年8月に東京で開催されたコミックマーケットに移動販売店で出店中、そこで働いていたアルバイトの女子大学生が、客の容姿を揶揄し、金毛など、侮別するような表現を個人のブログに掲載した。インターネット上では、ネイサンズの使用者としての責任を問う声が、相次ぎ、 同社のウェブサイトに謝罪文が掲載されるまでに至った。この事件は企業が従業員に対してブログなどでの情報管理を徹底させることの必要性を示す日本国内での典型例となった。ありがとうございます。